こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。今日はね、量子力学の専門家であり、セミナー講師をされている、開花の村松大輔先生をゲストにお呼びして、対談動画をお届けしたいと思います。この対談動画、思わずね、時間忘れて喋っちゃって、トータル1時間半以上私たちお話ししてしまったんで、ちょっと長すぎます。なので、5本に分けてお伝えしたいと思います。でね、ちょっと先にお詫びしときたいのが、私がね、かなり関西弁バリバリなんですよ。普段のね、この自分一人で喋ってる YouTube では、私は極力実を言うと、標準語っぽく喋る努力をしています。が、これがね、まあ、かろうじてタメ口になってない。そこだけ気をつけながら喋ったんですが、まあ、お聞き苦しい点はお見逃しください。でもね、内容としては、まあまあ、興味深いこと聞けたかなと思ってるんですよね。できるだけ、私は、量子力学ってなんだ？理数系苦手だった。そんなような方とか、まあ、中学生、高校生の方に代わって、ちょっとみんなが疑問に感じてることを、代表質問してみました。では、第1話、どうぞ。じゃあ、大ちゃん先生、私が、多分こういう疑問が出てるんちゃうかっていうのをさらに突っ込んで聞かせてもらいますが、何から聞こう。もういっぱい今、頭の中で、多分みんなここやなって。まあ私ね、霊気協会っていうのがあって、エネルギーの法則を教えてるんですよ。その霊気の講座の中でね。それがね、よりパワフル、エネルギッシュな人と、その人に比べたら若干エネルギー、パワーダウン、弱めの人がいると、強い人が弱い人に影響を及ぼしてしまう。この人がその波動共鳴したくて、双方合意の上で共鳴する。どっちもが楽しいね、嬉しいねとか、どっちもが喧嘩するぞ、みたいな。ならともあれ、その片っぽ嬉しい。片っぽ不機嫌。で、不機嫌な人がイライラを出したら、この人が巻き込まれたり、その場に他の人もいたら、悪い雰囲気になったり。この場合ってね、確かに、もう我関せずで、どんだけイライラする人がいようが、こう、自分の境地を保てる人がいたらさ、さっきの Wi-Fi 繋がらへんから、関せずいられるけど、まあそんな人ってまあほぼいないと思うのね。でもう部屋の空気が悪くなっちゃうじゃん。これっていうのを、そのパラレルワールドっていう言葉を使って説明するとしたらさ、どうなる？今からする話は正しいか正しくないかわからないんだけど、私の知ってる理論と、大ちゃんの説。私の知ってる理論と、私の感覚で答えると、このイライラと楽しいがいました。で、イライラの人が何粒フォトンを飛ばしてるか、100粒なのか1億粒なのかの飛ばしてるか、で、こちらのね、私の嬉しいって中にも、まあ、いろんなね、かつてのイライラとかが、10粒とか100粒とかありましたと。そうすると、その100粒と相手から出てくるイライラが響き合っちゃうので、こちらが一生懸命楽しくいても、自分がイライラを持ってれば、相手のイライラに影響を受けて、足引っ張られるとか、持ってかれるとか、になって、で、自分のイライラに気づいて、イライラする人がそばにいました。それに対して、なんか超足引っ張られる、持っていかれる、こんな人と一緒にいたくないって思って、立ち去るんでなく、あるいは立ち去っても、あ、同じ周波数イライラを私が持ってたんだなってこう気づいて、自分にもイライラあるんだって自分に認めて、それは怒るわなとか、自分のイライラフォトンを引き上げるようなイライラを、振動数を上げるように認める、見てあげる、寄り添う。自分イライラ持ってたんだなってこう寄り添うと、イライラフォトンに寄り添いフォトンがかかるから振動数が上がって、イライラがなくなってくるので、相手を通して自分のイライラを引き上げさせてもらっている。けど、こんなイライラする人と一緒にいたくない、立ち去るみたいに思うと、自分のイライラがあるのに、そのまま放置されるから、どんどんこう、イライラが溜まっていっちゃうので、いつもそういう場から逃げてるだけで成長がない。
状態になっちゃう。で、エネルギーに関して、エネルギーの高さと強さっていうのがあって、これは、光量子仮説って言うんだけど、アインシュタインの実験の中で、100Hz の電子か、フォトンだな、フォトン。で、高さと強さは違って、で、強さは、強さは、100のエネルギーのフォトンを10粒だけポン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 ってぶつけるのか、1億粒ブワーってぶつけるのかで、同じ100のエネルギーなんだけど、出てくるエネルギーは最大100しか出ないんだけど、ポン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 で10粒しか出さないと、ポン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 で10粒しか飛び出ないけど、1万粒ブワーってぶつけると、飛び出るのもブワーってこう、1万粒出るのが強さ。高さ低さで投げて、はい。で、でも1万のエネルギーにはならない。100しかぶつけてないから、1万のエネルギーにはならないから、高さは100のままなんだけど、強さはいっぱい出るっていう。高いと強い。うんうん、で、このじゃあ1万のエネルギーを10粒だけポン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 ってぶつけると、1万のエネルギーの電子がポコンポコンポコンってこう出てきて、1万のエネルギーのフォトンを1万粒ブワーってぶつけると、それが強さで、出てくる電子が1万粒、ダーダーって出て、エネルギーも1万で出るっていうのが強さ。なので、イライラの人が、ムカつくって思って、もう、せいぜい100粒で、自分がね、ありがたいな、めっちゃ幸せだなってエネルギーが高くて、それも、たくさん粒を飛ばしてれば、イライラの人も、ありがたいなっていう周波数の人に影響を受けて、エネルギーが高いし、粒も多い、強さが強いので、ありがたいなっていう周波数に影響を受ける。うん、けど、うん、こちらの人がありがたいなが振動数高いけど、強さが弱いと、ちょっとしか出せないと、もういい加減しろ、ムカつくムカつくみたいな人に、わーなんか持っていられるみたいなのが強さの違いになってくるので、うん、それは強さは私の感覚だけど、イメージで言うと、日頃日常で何を思ってるかが強さを増やしてる。いつも家の中で怒ってる、職場で怒ってると、だんだんフォトンの出る量が増えて、強くなっちゃう、怒りを。回路が太くなる。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。で、逆に、日々もずっとひたすら祈ってるとか、電車の中でもありがたいな、ありがたいな、ありがたいなって、ずっと思い続けてる、ありがたさの深さが増してる、病気から退院して帰って、奥さんのご飯がめっちゃうまいわ、みたいな、本当にありがたさの深さがあると、粒がブワーって大量に出てるから、それが上手になってるような強さが増してるっていう風になるから、だから人生をやっぱりより良くしたければ、日頃どんなことを思ってるかがすごく重要で、これはもう中学校の部活のテニスの素振りの練習と同じ。練習してないと下手で、毎日練習してると、変なボールが来ても上手に打ち返せるみたいな感じに、相手が変な言い方しても、自分はいつもありがとうを練習してると、ありがとうで打ち返せるような感じ。もう習慣レベルにして、潜在意識の奥まで染み込ませる感じやね。ねえ。あ、それがコツか。潜在意識もね、世の中、まだ潜在意識の方が説明が理解しやすいと思うんですけど、潜在意識も意識なので、フォトンなので、自分が認知していないフォトンがどんだけ何があるかっていうのが潜在意識になるから、今横さん言った通り、潜在意識にまで落とし込むイコール、自分の感知していないフォトン全部をありがとうで揺らしてるぐらいの日常になってるのが潜在意識まで落とし込んでるっていう感じ。おお、うん、だから自分のもう揺れ方がそれで全部揺れてるような感じかな。なるほど。いやー、大ちゃんに、さらに私の頭の中でいっぱい質問が。ぜひ。ぜひ。いやー、ありがとうございます。いやいやいや。じゃあね、もうまだまだ聞きたいこといっぱいあるけど、ちょっと、動画を切りやすいように、一旦ここで締めて、はい、ちょっと、この本に載ってることで質問させてほしいです。はいはいはい、はい、うん。このまま動画は、録画のままだけど、というわけで第1話でした。まだまだこのお話続くんですが、よかったら
次回もぜひお楽しみください。それからね、もしこの動画、なかなか興味深かったなっていう方は、チャンネル登録していただけると嬉しいしね。あとは、なんかこういうのが好きそうな方、お友達なんかでおられたら、なんか辻さんっていう人がこんな動画アップしてたよって知らせてもらえるととっても嬉しいです。私も村松大ちゃんも、志、ビジョンが結構よく似ています。まあ、ほぼ同じって言ってもいいかな。それはね、いい波動で心地よく自分らしく人生を生きる人、つまり天命を生きる人がこの地球上にたくさん生まれたらいいな、もっともっと増えたらいいなって思ってるんです。で、過去の辛かったことをね、あの時のせいでじゃなく、あの時のあのことがあったおかげでって言えるようなね、そんな納得の人生を生きる人を増やしたいんです。そんな志を持って我々はそれぞれの立場でそれぞれのフィールドで活動を続けています。なので本当にこの動画こうやって最後まで見ていただけてとってもとっても嬉しいです。波動共鳴ありがとうございます。じゃあ第2話もお楽しみいただけると嬉しいです。さよなら、ありがとうございました。